はい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 、次の50枚はどこですか？ここで向きが変わってるんですか？この50枚をまとめて全部開けます。前回同様ね。はい、で、そのままそっくりそのままですね、プレ企画ということで、まあ早速1クレ目からね開けていこう。もうくっちゃべってもしょうがねえから、まあこの辺は早送りになると思いますけれども、おーえへ、いきなりフィルミーノだったな。今フィルミーノっぽかったよね。ドン、うわーかっちょよ。え、今回のベストユニットかっこよすぎない？ MVP とかさ、 POI レベルのこれ作り込みだよね。カードデザインやば。しかも1クレ目から来たよ。1クレ目からマジでかっこいい。やべ、見てられるわ永遠に。マーティウ、これ追加ですよ。永遠に見てられるね。めちゃくちゃかっこくない？これね、画像じゃわかんないと思うんだけど、映像じゃわかんないと思うんだけど、すげえかっこいい光り方すんのよ。ちょっと線が入っててめちゃくちゃかっこいいわ。僕夢でムロヤの SOC がね出た夢見たんですけど、出ないでしょ。まあでも丸山の追加があってよかった。あ、追加だ。ブレイクスルーだね。はい、アンヘル、これや。やばいな、めちゃくちゃかっこいいな、今回カードデザイン。ねえ、もうほんとに WCG ね、一生終わんないでほしい。ほんとに。永遠にやってほしい。僕頑張るから。セガさん。僕頑張るから。終わらないで。こんなに開けてるだけで楽しいね、カードゲームってないんですよ、やっぱり。めちゃくちゃかっこいいな、ベストユニット。やばいっすね。あ、追加。これ追加ですね。はい、安定したセービング。シュートセービング持ちかな。このね、50枚開けるのはね、本当にね、まあ、楽しいですよ。僕もあんまり50枚開けますってやつやってないんで、まあ、非常に楽しい。はい、追加、あ、追加だ。うん、数値いいですね。スタミナがま、15だから、ちょっとな。モレノ。はい、これはね、ウェイ、ん？これは、あ、前回も出てんだ。前回も出てるな、これは。3、4、5、6、7、8、9、これ10クレ目。ん？長き、うわ、思いっきり同じやん、これ配列もしかして。白黒の。マジかよ。まあまあいいか、俺のじゃねえんだ。そうだ、プレゼントするのだ。はい、思いっきり同じだった。同じの可能性ない、これ。このモレノからの下り、デンベル、ほら、これ出たもん、この間も。これバージョン 1.0 の最初の時も、これブレイクスでしょ？そうだよね。バージョン 1.0 の最初の時も同じようなこと言ったな。まるっきり一緒じゃん、こっから白黒。マジで？あ、違う！セルジオリエ。これ、あ、追加じゃない方だ。追加マンだよな、セルジオリエは。セルジオリエ出てたっけ、前回。あ、出てない。違う！ちょっと違う！チアゴ。あと！調子乗った。あ、うわー！かっこいい！あ、数値いいですね、チアゴ。攻撃の加速装置。ワンタッチパス重視だな、多分。これワンタッチパス重視ですね。いや、SOC もね、いいんですよ、デザインが。今回ほら、丸いでしょ、デザインが。このね、流線形デザインなんですけど、それに伴ってないですね、このベストユニットのかっこよさはちょっとすごい。めちゃくちゃかっこいい。あ、あれ？これ追加にしかは？追加にしかは？やっぱ似てるな、白黒の、あれが。そっくり。流れが。これでひょっとして、うちだとか出てくるんじゃない？うちだとか。はい。はい、ベンコですね。ファビアンベンコ。これどうだろうかな。まあちょっと、フィードマップも数値的にもちょっと使いづらそうな。スタミナ13だしね。スーパーサブあるかな。8、8だね。9か。ユマリア。はい。これが20クレ目ですね。キング。キングは、はい。持ってますし、前からね、あるカードだから。レスタの追加も欲しいんだよな。レスタの追加も欲しい。あ、何？え、逆サイドアタックこれ。使ってみてー。使ってみたいなー。いや、KP がね、いい追加がいっぱいあるんですよ、今回、ほんとに。はい、ほんと。これ、バルトラと香川がすごく、こう、仲良さそうに最終節の後していて、僕は気持ちがね、ほっこりしました、ほんと。追加。うん、圧倒的なチャージング。そうそう来そうだな、勝たんよ。よいしょ。はい、レスターマン。1、2、3、4、5、25クレ目。オバメヤン。あっちー！ドン！あー、だよね、だよねー。ラジコンパスー。はい。
まあまあそうでしょ。これ追加追加できてるからもう追加レアはないんじゃないのかな。だいたいそんな気がするんですよ。ワンパックに追加レアはまああっても2枚みたいな先入観があります私は。はい。あ、ブレイクスルー。マルコムもね、左の狙撃手。ああ。なるほどね。右サイドだけど左足でシュート。ミドルシュート重視かなんだろうこれ。ブレイクスルーはね、いいですよね。ブレイクスルーっていうシステム。イカルディ。はい。丸山、遠そうだな。本当に遠そう。追加ですね、これも。1,2,3,4,5,6,7,8,9。これが30クレ目。ジョイ。1617の PK セービング持ちが追加で出てるでしょ。あれもちょっと1枚はね、欲しいんですよ。これ31クレ目。よいしょ。はい、これはもう前回もね、出てます。あ、前回ブレイクスルーじゃなかったっけ？あ、どうだったっけ？ジョージ・アルバ。もうね、ほんと、まあ、最終節でとてつもない印象を残してくれました。いい意味でも悪い意味でも。はい、ホセ・アンヘル。よいしょ。トリガーパス。なんだろうな。追加ですね、追加。カリーソ。カリーソ、前回も出たな。この辺出た追加かな、全部。まあでもね、プレゼントなので、これ僕のものではないので、追加が出る分にはね、皆さんいいと思います。これワンパック内で被ることもたまにあるので、まあ被らなければいいなっていう風に僕は思ってますけど、さすがに白黒被って出てこられると困るでしょって。坂博樹か。ジルー。いやもう素晴らしい体格、ジルーは。硬いな、これ。これ硬いですよ。皆さん。デヨング。ペースメーカードン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 。あああああ、追加レアなの分かってるよ。これちょっと強そうなんですよね。 5R でファンニステルロイを合わせて使おうかなと思ってるんですけど、これもちょっとどうかな。使用感と、まあいいじゃん。追加レア3枚来てますね。いいんじゃないでしょうか。魔法の左足。ストロートマン。ストロートマンはね、ありますから。レアが。あるよね、確か。あれ、なんだっけ？残すところ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうですね。残すところ、10クレ。お、ローマが続いてますね。丸山、いつ出んだよ。一切出る気配ないじゃん。ねえ。一切出る気配ない。あ、これ、え？めっちゃいいじゃん、これ、数値。めちゃくちゃ良くない？ワイドカッター。え、めちゃくちゃいいな、これ。これ押します、僕。使ってんだ。パワーも16あるし。めちゃくちゃいい数値。はい。これも丸山とバーディーを求める旅が終わんねえな。まあ、POI が合わせはいまいちだったので、ちょっと使い比べたいんですよ、ベストユニットと。あとは SC 東京に、ちゃんと丸山を入れて、育成し直したい。っていう欲望。はい。これもちょっと気になるけど、ディフェンス値かな。ここまで低いとちょっと、厳しいですね。最低でも10とか11ぐらい欲しいなって気がするんです、ミッドフィルダー。トリー。はい。いつもいじってごめんね。コンドルビア。もうないか、お堅いのは。なさそうだな。なさそうですね。まあ、5枚パックは珍しいから、さすがにないか。これもいいな。スピードが13か、でも。ちょっとな。まあでもいいですね。エリア内の衛兵、なんだろう、KP。よいしょ。ラスト。もうこれで100くらい開けたことになるからね、私。ラボルド。はい。まあ、案の定、普通に4枚パックでしたね。全域のターゲットマン。はやということで、46枚の白黒&この4枚のレアまとめて1名様に、今からの詳細動画をご覧ください。
ベストユニットマジかっこいいな。やばいですね、ベストユニット。はい、ということで、まあ、今回も50クレー、そして50クレーを一気に開けて、まあ、皆さんにお渡しするという企画でございました。まあ、これは継続してやっていきたいと思う。ぜひぜひ皆さんご参加ください。そしてチャンネル登録と高評価、まあ、あとはね、メッセージ機能の解除等もよろしくお願いいたします。動画作ってますから、ここはね、見てね。またお会いしましょう。さよなら。